はい、皆さん、毎度毎度。パーマ液ね。どんなにね、ロット巻くのが上手くても、技術的に優れてようが、ケミカル剤がいいだろうがね。やっぱパーマのはね、一液が悪いとどうにもなんないね。パーマは、お薬次第だね。まあ、CMC は、まあ、強くはかかんないけど、無難な薬だね。これ、好き好きあると思うけどね、チリチリが、ちょっと欲しい方はちょっとプレジウムだと緩いよね。まあ、ミルボンね、使いやすいのは CMC、あとシスティンってのがあるよね。プレジウムの CMC がつかないシス。あとプレジウムでもシスっての売ってるよね。それちょっとうちももうちょっと使い込んでみようかなと思うんだけど。ただチオグリコールのちょっと強めにかける健康模様の薬、ちょっとこれね、うちは敬遠してる。強めにかけるんだったらロレアルのアドバンスのチオ、緑色の袋なんだけどね、あれはもう無難にね、癖がなくて使いやすい。ただ高齢者にかけるとどうしてもトップが緩いっつうの、細毛が上が倒れやすくて潰れやすいんだよね、細毛難問の方ね。まあ高齢者だよ、若い方だったらどうってことないんだけどね。だそういう時はやっぱりトップ、プレミアのチオ、ロレアルだね。これ一番強いチオね。この一番強いチオも、いや、これはないと困るね。強い血をっていうのはね。それこそ弱い薬っていうのは薄めりゃ弱くいくらでもなるけどね、強い薬っていうのはね、作り出すことができないからね。このプレミアの血はね、パンチパーマ系とかね、カーリーとかね、ちょっとブローしなくていいような頭だよね。毛染めしてね、細毛難毛で取りやすい人もね、この一番強い血をでね、さっとかけんだけどね。もう3分とか1分とかね、もうそのぐらいの短時間でかかっちゃうけど、短時間でかけないと毛先が傷んじゃうんだよね。で、毛先傷むからって弱い薬で長い時間かけて強めにかけたりするとね、それこそモノエタノールアミンが入ってるシスティンかなんかね、そう、毛先がね、ボロボロにね、ちぎれちゃうんだよね。で、長くならないっつうの。だったら一番強いプレミアチオでね、さっといった方がよっぽど傷まないで取れないっつうの、根元からかかってね。はい、お疲れ様でした。おいしい、これが、うまいよ、ハックうまい、お使い、あっという間なくなっちゃったね。ねえ、そう、2枚って案外少ないね。ほんとほんと、もっと薄くすればこれ3枚分ぐらいだったのかなって思ったり。薄くする、クリスピーか。そうそうそう、ピザや、なんかあるよね。もう美味しいけど、ちょっと厚めじゃん。うん、厚い。でも薄くてもこれ焼けるのかな。薄く、もうちょい薄くても、焼けるんだろうな。まだもうちょい焼けたかも。